県内では今日新たに165人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました感染が確認されたのは仙台市で71人仙台市以外で94人です日曜日としては3月28日の133人を上回り最も多くなりました仙台市の感染者を年代別で見ると20代が31人と最も多く 次いで30代と40代が12人などとなっています。